及川忠通りは、日本のイラストレーターである、東京イラストレーターズソサイティ会員、旧館東州、大連生。横須賀高等学校卒業後、16歳で、横須賀市のデパート祭賀屋に入社し、ポスターのデザイナーとして9年間勤務。1963年、ソウルズ・オブ・ニグロ非戦備店に出展し入選したのを、機に、プロのデザイナーとしてデビュー。 その後主婦と生活者に4年間勤務後、1968年にフリーとなり横尾忠則と共同事務所、ジ・エンドスタジオを立ち上げ、天井さじきのポスターなどを手掛ける。1972年、平凡パンチに連載したドッキリメント劇画などで注目を浴びる。1975年から書籍、プレイガイド会社のピアが運営する情報雑誌、 ピアの表紙を担当し続け、2007年、同じ雑誌の表紙イラスト画家として、世界一長いキャリアを持つ人物ということで、ギネス世界記録に登録された。ピアの表紙画は、最新の映画、ドラマなど、その時々の旬な著名人を描き、延べ人数で1200人を超える長寿連載となった。日がやソシエツ現代人物情報。日外やソシエツ現代人物情報。 日外アソシエーツ現代人物情報、日外アソシエーツ現代人物情報、ピア描死イラストレーター、及川聖通さんが、ギネス記録に、ありがとうございます。